自民党の平井拓也候補本部長、衆院比例代表四国ブロックは2日のフジテレビ、番組で、自身が代表を務める党支部へ2020年に、個人名義で1000万円を寄付し、所得税が減額される優遇措置を受けたことを認めた。税理士に聞いたら、控除が受けられるということだったと説明し、法令違反には当たらないと強調。 それ以降はやっていないと述べた平井氏はおそらく同じことをしている議員はたくさんいるルールをきちんと作るべきだとも語った同様の税友軍は自民の関係一郎を元復興副大臣や稲田朋美幹事長代理福岡助馬路参院精神会長も受けていたことが明らかになっている以下はネットユーザーの反応をまとめたものです そもそも寄付金の所得税額控除は寄付行為という善意の気持ちに応えるために設けられたものだ。しかし政治家が自らが代表を務める政党支部に寄付する行為はそこに善意の気持ちなど一切なく。いわば税額控除という利益を得る目的で自分のお金を右から左に移しているだけと言える。このような寄付とは かけ離れた行為にまで税額控除を適用するのは、租税特別措置法の趣旨に反するのではないか。税と社会保険料の国民負担率が50%近くなり、今後も社会保障や国防関係で歳出が増える可能性が高まる中、政治は国民に負担増をお願いする立場にあります。こうした中、自らの税負担を減らすような行為は、 国民の理解を得られないと思います。また、モラル的にも、そもそもの立法趣旨とは違うという意味で問題です。寄付の税額控除について、抜け道的なことができないようにすべきでしょう。政治資金を原資に寄付金控除の税優遇を受ける、ことは、法の趣旨に反する、極めて悪質なマネーロンダリングそのものだ。 原子の政治資金もお金に色はついていないから裏金であった可能性は捨てきれない。平井さんは他の議員もやっている、たくさんいると開き直っていたが、裏金と同じく自民党内で常態化している疑いは限りなく濃厚だ。岸田さんは真摯な姿勢で、ことの詳細をつまびらかにし、説明責任を果たす必要性が生じている。 政治資金という名前の資産にはとにかく一般庶民からしたら呆れるほどの優遇措置がありますよねこれだけやっても法は破ってないつまり法的に政府なわけですそもそも政治をやってるだけなのになんてそんなにお金がかかるのかそういう点も問題だし個人の金を政治資金に振り分けても用途に制限がないからこういう褒められたことではないことをしてるのだろう 定数削減も当事者が決めてたら減るわけないし日本の政治のシステムはそもそも問題終わり問題なのが判明しても何も変わらない国民は何円もの課税を受けているのにもかかわらず国会議員は何円もの税逃れができるというのは腹立たしい結局政治資金規正法なんて自分たちの決め事を作っているのだから厳しくできるはずはない 議員が寄付しても税制優遇が受けられないようにしないとダメだ。みんな何も悩む必要なんかないですよ。とりあえず次の国政選挙で自民党をゲイヤさせることが最短で最良の選択です。野党がどこかというのは小さな問題であり、大きな問題は自民党を与党から引きずり下ろすことです。次の与党がどうしようもなければ、 またゲアさせれば良いのです自民党に代わる野党がいないから投票行かないというのは自民党万歳これからも裏金どんどんやってねと全く同じことですどこに投票すれば良いか分からなければ自民党以外から選べば良いだけです電気代も上がり税金も上がり物価もだいぶ上がり生活苦しいですよね 自民党がそうしたのですおそらく同じことをしている議員はたくさんいるルールをきちんと作るべきだってどの立場からものを言ってるのでしょうかそれを言うなら当然党の本人もルールに違反していれば処罰を受ける覚悟があるということなんでしょうかねまず議員が持っているお金を隠せる現状を変えそれを守らないいわば法に触れるものが司法で真実を暴かれるような 透明性確保は急務だと思う。秘書の給料が足りないから自分から寄付したって言っていたけど、何人秘書がいる公設秘書は三人まで税金で払ってるはずだ。施設秘書は二人ぐらいいたら十分やろ。そのために裏金作り、税優遇疑惑なんておかしすぎる。選挙区で落選して、 比例で復活したぐらいだから次も必ず選挙区は落選だそんな人を復活させないためにも投票に行かないとダメなんです比例区だけでも投票に行けば復活させないで済む可能性大です税理士は法令違反には当たらないかどうかは判断するけどモラル的なことは己が判断したのだろう。それを税理士のせいにしようとするのはおかしい 立法府にて自分で判断し申告した結果なのだからあなたの議員として穴だらけの法案を作った責任と己のモラルの低さが原因の話ただマスコミはこの件に関しては議員としてのモラルの話だから与野党ともに調べて報道してほしい与党だけでは公平とは言えないだろ法の抜け穴を利用しての脱税行為 諸手あたり加えたら年間4,000万円もの収入を得ているのに税金も払いたくないとは何という不届き者たちなのか我々国民が選挙の際にしっかりと懲罰を与えるしかない法令違反ではないからやっていいのではないそもそもどうやって手に入れたお金を寄付したというのか損得ではなく善悪という感覚が大切だと思う 世間で言われる、グレーゾーンと言われる取引がそうで、法に触れないからと言ってやるから、それを防ぐために、どんどん税法が複雑になっていく。最近だと相続税における他、ワマンの評価額の問題も同じ。所得を隠し裏金化して、その金を寄付することで、所得税控除することは、脱税の上に還付金詐欺であることは誰でも気づく、ことです。 税理士の判断を仰いだなどと言い訳をして自らの責任を放棄する態度は収支報告書の不記載を秘書の責任に転嫁する構造と全く同じであり国権の最高機関に携わる資格すらないと言わざるを得ません収支報告書の確認書制度を創設したところで政策活動費やパー券5万円以下の使途や購入者公開を不要とするなど 裏金作りの抜け穴を温存する限り、議員の責任放棄はなくなるはずはありません。政治資金が議員本人の政治活動に批評されるものである以上、収支報告書の責任者を議員本人とする必要があります。政治資金の見える化を推進する上で、すべての政治活動費について、国会議員カードによる決済と議員ボイスによる的確報告書の義務化が必須です。 コロナ禍以降、民間への税務調査からの追徴課税が厳しくなっている印象ですが、一方で国会議員や政府関係者が税務調査に入ったとのニュースを全く見ません。国税庁の方々は何か忖度でもしているのでしょうか。仮にそうであれば、グレーゾーンの議員を追及するだけで済ませてはいけないように感じます。